まこちゃん。はい。すいません、ちょっと質問があるんですけど。なになになに、はい、いいですか。はい、大丈夫です。あの、まこちゃんが、はい、よくバットを構えるときに、はい、傘を持つようにっていう話をされると思うんですけど、はい、あれって何なんですか。梅ちゃん、はい、めちゃめちゃいい質問ですね。すごい疑問に思いますよね、それって。なんで傘なんだろうと思いますよね。傘っていう例えばよくわからなくて。よくわからないですよね。はい、じゃあそこをわかりやすく、じゃあ僕が説明していきますわ。梅、はい、ちゃん、まず、まあ、これ傘だと思ってください。バットを、はい、バット傘だと思ってください。はい、傘を持つときにどのポジションでまず持ちます？いや、普通に今まこちゃんがしてるみたいに。例えばですよ、1時間ずっと持ち続けてくださいってなったときに、はい、こうやって1時間持てますかって言ったら、それきついです。きついでしょ。肘が下に向いた状態、要は自然体の状態、はい、こうやって持った方が1時間連続持ち続けれると思わないですか。いや、その方が安定してると思います。ですよね。この状態で持って、はい、構えてください。よりシンプルで無駄な動作入ってなくないですか。で、このままバックスイングしてお皿が落ちない状態で入れていくっていう感じで、よりシンプルじゃないですか。この状態がこう、ね、肘がこう空いとる状態で、はい、こう持ちます。いや、いいんですよ、別にこれでも。全然いいですよ。だっていますよね、プロ野球選手はこういう方とかいっぱいいます。います。でも僕が大事にしているのは、まずはその基礎的なこと、そして順番っていうか、順序をすごい大事にしてるんですよ。まずは傘を持った状態、よりシンプルに傘を持った状態で構えて、そのままバックスイングして打ちに行きましょうっていう。全然無駄がないじゃないですか。その後に上げるとかは僕全然いいんですよ。だからまずこの超基礎的なことをまず最初にこうアドバイスして、それがもうより自分の中でできるようになってくれば、あとはいろんな引き出しを入れてくださいねっていうのは OK だと思ってますよ。なるほど。はい、まずは誰でも分かりやすく簡単に説明するために、傘を持つように構えてくださいっていう、ここをすごい大事にしてます。バッティングって結構構えて決まってくるので、うんうんうん、そこをね、すごい大事にしてますよ。そしたらなんですけど、はい、もう一つ今の説明で分かんないところがあって、はい、お皿が落ちないようにって、これどういう意味なんです？これは第2回のまこちゃんにお任せコーナーで説明しましょうか。ここまで OK ですか？その長時間ぶつけるためにはどのポジションが一番持ちやすいですかっていうところ。要は体にとって楽でシンプルな形っていうのが傘を持つのと同じっていうことですよね。はい、そうです。そうなれば全然自然体で力も入ってないじゃないですか。はいはいはい、はい、力がガチガチにこう入るってことはバットが絶対出にくいんですよ。要はバットが止まってしまうので、いかにこうヘッドを力を自然体力でなくてヘッドを走らせていくかっていうことを考えると、自然体で力入ってない方がよりバットって動いてくると思わないですか。確かに。なのでそこを大事にするために、僕はまず傘を持つように構えてくださいっていうのがそこになります。いきなりその野球始めたての子がいきなりこうやってメジャーリーグっぽくね、こうやって構えるのって絶対バットってこう出てこないと思うんですよ。いや、でも全然いいんですよ。こうやって上げるのも全然いいんですよ、はい、その絶対ではないんで、それは全然 OK です。でも僕が大切にしているところは、まずは基礎的なところ、まずは順序っていうのを大事にしてて、まずはここを完璧にしていきましょう。で、それでできるようになれば別にこういろいろアレンジ加えてもいいですよっていうところを伝えてますね。これの傘を持つ構えも 100% やりなさいとは僕は言ってないんで、アドバイスとして傘を持って構えなさいっていう感じでアドバイスします。傘を持って構えます。そのまま真横に引きます。で、そのまま肘の中に入れてきます。簡単じゃないですか。すごいシンプル。シンプルでしょ。シンプル。しめちゃんどう？なんか僕にも打てそうですね。でしょ。それが、はい、肘やく、はい、状態もう入ります、はい、また状態戻します。無駄何個入ってます今。
から僕の考えではね、無駄な動作を省いてやれば自然とその使い方も良くなっていきますよっていう考え方ですね。いやすいません、すごい分かりやすかったです。あ、本当ですか。はい。じゃあこのコーナーまだ続けてくれるっていうことですよね。まあまあ、梅ちゃんからしてもね、今私こう撮影とかしてもらってるんで、はい、僕のこのレッスンしていく中で、はい、すごいなんでこういう練習してるんだろうとか、なんでこうお皿とか振ってるんだろう、はいはい、多分すごい疑問に思ってるじゃないですか。めっちゃ疑問ですよ。そういうのをねバンバン僕にこう質問してくれれば、はい、まこちゃんにお任せコーナーという形で振っていこうかなと、はい、僕が時間あればですね。はい、理解できましたよ、傘を持つ意味を。はい、すごい分かりやすかったんで。なんかね、この間梅ちゃんがこの撮影ショーの時に、はい、ちょっとバッティングセンター行きたくなったってことじゃないですか。言いましたね。ぜひともこの傘をね、ちょっと試してやってみてください。この傘と、はい、傘を持った構えとこの構え、ちょっと比べてみてください。それをまた僕に教えてください。了解しました。はい、よりシンプルにね、分かりやすくっていうのをモットーにこのチャンネルをね発信してるんでね、まこちゃんにお任せ。はい、第2回もあるということで。第2回はじゃあお皿いきましょうか。お皿ぜひ教えてください。はい、わかりました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。チャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。